はい、三福祉歯科合格チャンネルです。講師のつーちゃんです。今日もよろしくお願いします。社会福祉士歯科合格講座2020年過去問の24となります。問題が147から150。今日でですね、2020年の過去問は終了となりますね。更生保護制度の単元から、行っていきます。全問題全選択肢解説付きとなってますのでね、しっかり、見て聞いて覚えてください。聞き流しながら聞きでも結構ですのでね、よく勉強してくださいね。それでは行きましょう。問題147からです。保護観察に関する次の記述のうち正しいものを一つ選びなさい。1番。保護観察は保護観察対象者の居住地を管轄する保護観察所が行う。2. 保護観察の対象者は自らの改善構成に必要な特別遵守事項を自分で定める。3番、保護観察処分少年の保護観察期間は保護処分決定の日から原則として18歳に達するまでの期間である。4. 保護観察の良好措置として仮釈放者には仮解除の措置がある。5番、保護観察の不良措置として少年院仮退院者には退院の措置がある。はい、保護観察に関することで正しいものは一つどれでしょうか。はい、正解は1となります。はい、それでは、一つ一つ解説いきます。1番から、保護観察は保護観察対象者の居住地を管轄する保護観察所が行う。はい、これ、丸となります。まあ、その通りですね。保護観察対象者の居住地を管轄する保護観察所が行うですね。はい、2番です。保護観察の対象者は、自らの改善構成に必要な特別遵守事項を自分で定める。はい、これ、×となります。特別遵守事項の設定は、更生保護法第52条に規定されています。保護観察所の庁や地方更生保護委員会が定めるとなってますのでね、自ら定めるというのではないということですね。×です。3番です。保護観察処分少年の保護観察期間は、保護処分決定の日から原則として18歳に達するまでの期間である。はい、これも×となります。原則としてその少年が20歳に達するまでの期間です。で、その期間が2年に満たない場合は2年となってますのでね、18歳に達するまでの期間というのは誤りとなります。×です。4番、保護観察の良好措置として仮釈放者には仮解除の措置がある。はい、これも×となります。仮釈放者に対する良好措置は不定期刑の終了となってますのでね、はい、仮解除の措置ではないです。不定期刑の終了です。5番、保護観察の不良措置として少年院仮退院者には退院の措置がある。はい、これも×となります。少年院仮退院者に対する不良措置は少年院への戻し収容となってますのでね、これ×となります。問題148です。更生緊急保護に関する次の記述のうち正しいものを一つ選びなさい。1、対象となるものからの申し出がない場合は職権で行うことができる。2、対象となるものに仮釈放中のものを含む。3、対象となるものが刑事上の手続きまたは保護処分による身体の拘束を解かれた後、2年を超えない範囲内において行われる。4、刑事施設の長または検察官がその必要があると認めたときに限って行われる。5、更生保護事業を営む者に委託して行うことができる。はい、更生緊急保護のうちで、正しいもの一つどれでしょうか。はい、正解は5となります。はい、それでは解説いきます。1番、対象となるものからの申し出がない場合は職権で行うことができるですが、はい、これ×となります。更生緊急保護は対象となる本人による保護の申し出があった場合に行われることになってますのでね、職権で行うというのは×となりますね。2番です。対象となるものに仮釈放中のものを含む。はい、これも×となります。更生緊急保護の対象者は刑務所満期出所者や、起訴猶予者などであります。仮釈放中のものは保護観察の対象となるため、含まれないんですね。これちょっと覚えておいてください。2番は×です。3、対象となる者が刑事上の手続きまたは保護処分による身体の拘束を解かれた後、2年を超えない範囲内において行われる。はい、これも罰となります。刑事上の手続きまたは保護処分による身体の拘束を解かれてから6ヶ月を超えない範囲で行われるとなりますのでね、2年を超えないっていうのは罰ですね。6ヶ月を超えない範囲で行われるです。覚えておいてください。選択肢は×です。4番、刑事施設の長または検察官がその必要があると認めた時に限って行われる。はい、これも罰となります。公正緊急保護は本人の申し出に基づき、保護観察所の長が実施の判断をするということですね。ここでポイントなんですけれども、公正緊急保護は本人の申し出に基づいて、保護観察所の長が判断をするということですね。覚えておいてください。5番です。公正保護事業を営む者に委託して行うことができる。はい、これ、丸となります。この通りなんですが、例えばですが、公正保護施設及び自立準備ホームなどに、対象者に対する宿泊バッジの付与の委託を行うことがあります。こういったふうにですね、公正保護事業を営む者に委託して行うことができるというのが丸となります。はい、問題の149です。保護司に関する次の記述のうち正しいものを一つ選びなさい。1、保護司の職務に犯罪予防を図るための啓発及び宣伝の活動は含まれない。2番、保護司には給与は支給されないが、職務に要した費用は実費弁償の形で支給される。3、保護司は検察官の指揮監督を受けて職務に当たる。4番、保護司は保護観察対象者の居住先を訪問することは禁じられている。5番、保護司は平成30年版犯罪白書法務省によると、40から49歳までの年齢層が最も多く過半数を超えている。はい、保護司に関することで正しいもの一つどれでしょうか。はい、正解は2となります。はい、それでは解説いきたいと思います。1番から。保護司の職務に犯罪予防を図るための啓発及び宣伝の活動は含まれないですが、はい、これ、×となります。保護司の職務には犯罪予防活動や啓発及び宣伝の活動が含まれるということになりますのでね、この選択肢は×です。2番、保護司には給与は支給されないが、職務に要した費用は実費弁償の形で支給される。はい、これ、丸となります。その通りですね。給与はないんですが、費用は支給されるということですね。3番、保護司は検察官の指揮監督を受けて職務に当たる。はい、これ、×ですね。地方公正保護委員会または保護観察所の長の指揮監督を受けて職務に当たるとなってますのでね、検察官の指揮監督ではなくてですね、地方公正保護委員会または保護観察所の長の指揮監督を受けるということですね。×です。4番、保護司は保護観察対象者の居住先を訪問することは禁じられている。はい、これも×となります。保護司が保護観察対象者の居住先を訪問することは通常行われています。ということで×です。5番、保護司は平成30年版犯罪白書法務省によると、40から49歳までの年齢層が最も多く過半数を超えているですが、はい、これ×となります。保護司は60から69歳までの年齢層が最も多く、次いで70歳以上。で、その次が50から59歳。で、その次が40から49歳となっています。結構高年齢、ですね。年齢層が高いのが保護司となってます。はい、それでは問題150です。事例を読んで Z 保護観察所が行う D さんの生活環境の調整に関する次の記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさい。はい、では事例読んでいきます。有強制施設に収容された D さん、55歳男性は施設からの釈放後に家族の下で生活することを希望している。Z、保護観察所に対し有強制施設からその旨の通知があったという事例となっています。はい、それでは選択肢いきたいと思います。1番、D さんの生活環境の調整は D さんの仮釈放決定後に開始する。2番、D さんの希望に関係なく、まず有強制施設の所在地域にある更生保護施設への基準を調整する。3番、D さんの生活環境の調整を保護士と協力して行うことは認められていない。4番、D さんの生活環境の調整の方法として D さんの家族その他の関係する人を訪問して協力を求めることがある。5番、D さんの釈放後の就業先を確保することは D さんの生活環境の調整を行う事項に含まれない。はい、Z 保護観察所が行う D さんの生活環境の調整に関することで最も適切なものはどれでしょうか。はい、正解は4となります。はい、それでは、解説いきたいと思います。1番です。D さんの生活環境の調整は D さんの仮釈放決定後に開始する。はい、これ、×ですね。生活環境の調整は仮釈放の審理の前に実施されるとなってますのでね、これは×です。2番です。D さんの希望に関係なく、まず有強制施設の所在地域にある更生保護施設への基準を調整する。はい、これも×となります。生活環境の調整は本人の希望や家族、その他関係者等の協力などを踏まえて、基準先を調整することとされているとなっていますのでね、まずは、所在地域にある更生保護施設っていうのは×ですよね。2番は×です。3番です。D さんの生活環境の調整を保護士と協力して行うことは認められていない。はい、これも×となります。保護士は保護観察官と協力して矯正施設に収容されている人の生活環境の調整を行うことも職務に含まれるですから、保護士と協力するっていうことは当然のこととなってますのでね、3番は×となります。4番です。D さんの生活環境の調整の方法として D さんの家族その他の関係する人を訪問して協力を求めることがある。はい、これ丸となります。そのものの家族その他の関係人を訪問して協力を求めること、その他の方法により、釈放後の住居、就業先等の生活環境の調整を行うものとするとなってますのでね、4番は丸となります。5番です。D さんの釈放後の就業先を確保することは D さんの生活環境の調整を行う事項に含まれないですが、はい、これ×ですよね。釈放後の就業先の確保も生活環境の調整を行う事項に含まれます。ということで、5番は×となります。はい、今回ですね、2020年の過去問の中の問題147から150、更生保護制度の単元の中の4問を取り上げております。更生保護制度ですね、そんなにも難しくはないんですが、普段ですね、受験生の方、日常生活上、まずは聞かないような、聞き慣れないようなね、専門用語であったり文言が、結構出てきますんでね、覚えてないと結構辛いのかなと思います。また事例問題もですね、覚えてないとちょっと辛いのかなっていう専門的なですね、機関の名前であったり、用語、よく出てきますので、何度も何度も過去問に、当たって、あと一問一答でですね、どういうこの単語は意味なのかとか、どういう施設があって、それはどういう機能をするのかっていうのも、一つ覚えておいてください。過去問を解くことは社会福祉試験の勉強の王道となってますのでね、私の一問一答動画とセットに、過去問動画も何度も何度も繰り返し見て聞いて覚えてください。聞き流しやながら聞き勉強でも、全く問題なくよろしいのでね、何度も何度も繰り返しやってくださいね。はい、過去問動画まだまだ出していきますのでよろしくお願いします。以上です。